クレープの本物です。 Yeah, you check. It's a very high flow for its weight. パフォーマンスが半端ない。めちゃめちゃ速い。すごいですよね、ここまでできてるんだもん。結構ツルツルだね。はい、でこちらが AI ビルドさん。とりあえずホール11出ました。次12個かなと思います。ちょっと雲行きが怪しくなったり良くなったり。こっちが 12.0、 今回ホール4つあって、なんか 11.0、 11.1、 12.0、 12.1 ありますね。なんか一番最初に DMG 森来ましたけど、なんか毎年僕はよくわかんないんですけど結構展示してるらしいですね、重鎮的な。こっちもランフォーファー EAPT、 なんかロボットアームがあります。まあ、ここもメタルやってますね。メタルばっかりですね、だいぶ。なんかね、今回1階はというか今回しか知らないんだけど、1階より2階の方が割とデスクトップ系のやつがまだ、1階はこういうなんかすごいごっついでっかいロボットアームが稼働してるのをよく見かけますね。奈良へロボットアーム4台で溶接してる。溶接っていうのこれ。めっちゃゆっくりだな。ここはワイヤーフレームみたいなの作ってる。 SWMG 使ってるソフトは何なんだろう。なんかライノじゃなさそうですね。なんかドイツの主流の 3DCAD みたいなのが、まあ、CAD じゃないのか、モデリングソフトとまた違うのかなっていうのがあるらしく、さっきなんか説明してもらいましたけど、フュージョンはそんな主流でもないみたいな。主流じゃないって言ってはいないけど、まあ、こっちはこっちでなんか優秀なソフトがあるらしいですね。めっちゃ細かいな。電源がもう残り、電源自体はあるんだけどメモリーの方がだいぶ少ないんで、要所要所で見ていきたいなと思うんですが、今ね 12.1 だな、 12.1 に来てます。で、まあ、昨日見た感じだとでかい造形のものがね、まあ、でかい造形というかペレット式とか、まあ、デスクトップも含めてあるのが、まあ、そんな特別多くはないっていうのがうちの印象かな。でとかね、早速ビッグレップの本物です。思ったよりゆっくり造形してるんだ。僕がにわかで作ってるやつとはやっぱ破格の。見てこれ、シャフトすっごい太い、100センチぐらいある。すげえ。普通のノズルで あれだけのデカさを造形するっていうのは相当時間かかるんですけどね。これがソフトっぽいな。あれでもなんか見たことあるぞ。でも対応してくれる人がいないわ。なんかこの辺は結構ね、メーカーなんていうの、メーカームーブメント的な勝手な印象ですけど、よりこうギークな人が多いなっていう気はしてたんですけど、なんか回によってそういうカテゴリー分けみたいなのあるのかな。お、シャイニング 3D が行きましたね。なんかスキャンしてる。なんか休憩中だ。こんな展示の仕方あるっていうぐらい合体してるのか。じゃあいろいろ持って帰りたい。お、なんかやってる。 RPTG、 へえ。と思ったらファナックですね。へえ。なんかこの辺は割とよく見る気がするんだよな。これあれだ、なんか CNC と 3D プリンティングとか切り替え可能なやつ。あ、クリアリティの新しいのってる。これ別に見なくてもいいな。レイズの新型かな、うん、してめっちゃホームページとかずっと見てたんですけど、このレイズデザインさんのこのペレット式のなんかヘッドを専門で作ってるみたいなとこなんですよね。でなんか AI ビルドがソフトウェア の会社なんで、なんか提携していろいろやってるらしくてすごいですよね。This extruder can adapt to desktop 3D printer? Yeah, well, it's for desktop 3D printer. However, it's probably for larger scale desktop 3D printers, so maybe machines big like this, you know, not these super small beds.
because it's for 2.85 filament, right? It's a larger filament. Uh-huh. The, our 1.75 options are over there. But this is 2.85, it's for a faster flow. So mm-hmm. if you want to print bigger parts faster, you use a larger filament, right? This is the Typhoon. It's a high performance extruder. So by high performance, I mean less maintenance required and easiness of use and less downtime and more flow. How much is this? This one is 2,400 euros. Wow. How is the larger one? Want to go check the other one? Yeah. I saw this website. Yeah, you check. It's a very high flow for its weight. Mm-hmm. It outputs 2.5 kilogram per hour mm-hmm. for a weight of 7 kilogram. Mm-hmm. So this is very good compared to other screw extruders because generally screw extruders are very heavy. Mm. So you need to make really heavy extruders.ね、あのデイズのやつペレットエクスルーダーつい買いたいって言っちゃって、まあ、いろいろ予約させてもらいました。もしね今家で使ってるペレットのあのエクストルーダー穴からちょっと液漏れしちゃう問題があったからちょっとそれを修理したかったっていうのもあったんですけど、もういっそのこと新しいのを買っちゃうのも一つ手かなと思っています。できるだけ安く運用したいんですけどね、どんどんコストがかさんでしまうっていう問題はありますよね。すげーパフォーマンスが半端ない。うわあ、ごっつい。隣に転がってますけど、これがすごいな。スパイラルのプリントで、なんかものすごい急激な角度まで振ってますね。まあ、本来これぐらいが、まあ、いわゆる 3D プリントって感じですよね。なんかこういうなんか2次元の平面を押し出したような造形だけじゃなくて、もう何でもありみたいな。もうロボットアームと回転台さえあれば何でもできるっていうね。なんか やっとここまで来て形の自由がある程度担保されてるっていう気がしますね。はい。いやなんかもうここまで行けるのは多分もうアメリカとかそういう今見せてた ABB ってとこなんですけど、もうやっぱ有名なところですよ。もう有名なところはやっぱそれだけもう資本がありますから何でもできるなっていうのを感じますね。だから僕たちは何をすべきかっていうと、彼らがやらないようなところに着目してそれを生かす使い方をしていくしかないなって思いますね。なんか形の自由はちょっと制限されるけど、なんか絶対この領域には使われないだろうみたいな、そういうのをなんか開拓していく必要があるなというのはあると思いますね。なんかすごい花が造形されてるんですか。まああとはどうだろうな。あ、やってますね、こっちも。なんだろうこれ。あ、こっちもペレットエクストルーダーだ。うわ、うちのと似てる。っていうかでも俺のより多分小さいな。意外とこの辺はまだ粒が荒いところもありますね。なんかメタルの方がすごい難しそうだよな、やっぱり。お、3D5。これなんか見たことある。なんだっけ。あ、ピラメント作るのか。おー、スクリューがこんな形してるんだ。しかもなんかあっちにクラッシャーみたいなのがありますね。砕いてんのか。CEAD ですね。めちゃめちゃ速い。ペレット式でこのスピード半端ないですね。なんか普段使っててわかるけど、えぐいよこの速さは。あのノズルの細いってのもあるのかもしれないけど、はあ、ため息が出る。でそしてねこれヒートベッドもねちょっと浮いてるっちゃ浮いてるけどほとんど反ってないです。へえ、これがこんな太いのあるんだ。でも、ね、明らかにペレットのサイズより大きいよね。おお、こっちもやってますね。なんかノンフレームなの。どこ行ってもこのサンプル見るんだよな。もう経験してるのは多分あそこなんでしょうね。あの AI ビルドやってるから、やっぱツールパスで圧倒的に強いところが他のハードウェアを一緒に提携してやってるっていうので、なんかすごいこううまい相乗効果が生まれてるっていうか。かっけー。あー、こういうの普通に売りたいな、自分で作って。この椅子めちゃめちゃかっこいいわ。ちょっと反対側行ってこよう。
most likely the one that they cut off. So. ツルツルだね。めっちゃかっこよくないですか。全部続いてる。しかもね、ちゃんと全部繋がってるんですよ。先ほど力があるので 11.1 回ります。ここはね、基本回った感じだと左寄りの方が割と見たいところがあった。見たいというか、まあ見ていいよ、よかったなっていうところがありましたね。こちらでも。なんかもう大型の 3D プリント見すぎて感覚が麻痺してる。なんかこう複数台入ってるんですよね。外観おしゃれだな。ちょっと早めに見て回りたいからじゃんじゃん行きますけど、あ、テレビ言ってる。昨日も見たんですけど、ペレット式のデスクトップのマシンで、さっきデイズのやつ見たけど、まあ、それよりもっとホビーに近いのかもしれない。でここも買う予定でいるのが、まあ、そこにあるペレットのディスペンサーですね。なんかネットで探してたけど、なんかどこも売ってくれてるところがなかったんで、今回の旅の一番の収穫かもしれない個人的に。なんかめっちゃ綺麗だな、さすが。でなんかね、このロボットアームがなんかもうちょっと大きいやつで造形したらしいんだけど、それで作ったこのパネルがね、今ここに3枚ついてるんですよ。ちゃんとしっかり作られてて、昨日実は案内してもらったんですけど、まあとにかくね、造形時間が何時間だっけ、これ23時間とかだっけ、1パネル23時間、まあ3日かけてここまでできてるらしいですね。いやそれにしてもまあ話変わりますけど、なんか 3D のパターンって波以外のパターンとかないのかなってちょっと思ったりしますよね。僕もなんですけど、結構ね、なんか 3D っていうので何でもできるじゃん的な考えを抱きがちですけど、なんだろうな、なんか波以外のもうちょっとボキャブラリーが欲しいところですよね。まあ、はい。でこちらが、AI ビルドさん、まあ、ここソフトウェアの会社らしくて、でさっきの Days とかとなんか提携して、ABB フリーパー、さっきの紹介したところですね、全部 3D プリントのマシンの方と、まあ、うまくパートナーを組んで、でここはそのスライスのアルゴリズムをなんか AI で作る的なところらしいんですよ。めっちゃ綺麗。なんかインスタグラムとかでもよくやってるのがノンプレーナーのやつですね。説明してる人めっちゃいっぱいいる。でなんかもう6軸も3軸も何でも対応できるよっていう、なんか万能さがやっぱすごいいいですよね。なんかソフト、しかもソフトだけやってるらしいので、なんかまあやっぱハードとかはそんなに、なんだろう、お金かかってないのかなっていう、知らんけど、そこがすごい。ここは温度のシミュレーションとかやってますね。ここはなんかカメラでいろいろ解析してるみたいですね。これリアルタイムで分析してるらしくて、なんかプリントがうまく出なかった時とか、なんか射出幅がちょっと足りない時とか、そういうのをなんか発見してくれるらしいです。解像度があれなんてあんまよくわかんないけど、最後メモリのが残り少なかったんですけど、過去のデータ消してなんとかもう4分くらいだけ取れそうなんで見えてるんですけど、こっちがね、コンストラクション 3D ってところ、あ、もう既視感半端ないし、なんか日本でもやってる人いますけど、僕が昔これやりたかったようなやつに似てますね。なんか粘土系の、粘土じゃねえや、土か。なんかここもね、実は昨日話聞いたんだけど、地元の土になんかちょっと着色して使うみたいな、あ、違う、石か。なんか元々色がついてる土を使うらしくて、それで色変えてたりするらしいですね。肉厚。まあ今本体めちゃめちゃ置いてますけど、多分こんなに早く出るのかな。すげえガタガタ言うし。おお、これは某研究室でも使われているやつですね。だから多分僕あんまりでかすぎる超でかいこういう地形のプリントをやったことないんですけど、なんとなくやっぱ分かるのは自重がすごそうだなっていう、なんかそれによって多分そんなオーバーハングとかもできないんだろうなっていう印象がありますね。ここなんか一番でかいやつがクレーンでやってて、
ちょうどこういう感じでやってるみたいです。なんかね、ドバイと台湾だったかな、あとフランスとかで、なんか一応クライアントはいるらしくて、っていうのが昨日ここの対応してくれたなんかエンジニアのお兄ちゃんの話でした。エンジニアだったかな、忘れたけど。分厚い。5センチぐらいだった。すごいな。ダイロイド使ってる。めっちゃ綺麗。ここもフィラメント使ってんのかな？ペレットかな？すごい、中すごいですよ。やっぱ温度管理ちゃんとしようとしてるんだなっていうのがもう分かりますね。チャンバーがしっかりついてるガチなマシン。はい、以上かな。そろそろ終わりたいと思います。3D かな、ね、むちゃくちゃでかいんだけど、ノズルで出してるんだよね。そしてこのサイズもう半端ないっしょ。なんでここまでフィラメントかな、フィラメントじゃないか、さすがにフィラメントか。でもあのノズルの細かさが半端ないっすね、細さっていうか、うん、あ、しかもデュアルヘッドだった、すげえ。何やってんだあれ、あ、削ってるんだ。 3D プリントが終わったら削ってる多分、ちょっと上からじゃないからあんま見えないな。多分あれ削ってるよな。すごい。あー、なんかカメラで撮影してますね。プリントのスピードが半端ないっす。サンプルらしい。なんか塗ってんのかな、なんか流し込んで固めてある。うん、ずっと見てられるぞこれ。あ、タイヤつけたりつけなかったりさ、外した。こんなでっかいマシンだけど、削ってるやつめっちゃちっちゃい。運動してるやつあったんだ。火を吸ってところですね。すげえかっこいい。なんか自転車のパーツとか見てなかった。最終日なんだけどまだちゃんと見てないやつがあったっていう。楽しそう。高いのか低いのかよくわかんねえな。かっこいいな、ここもブースが全体的に。あ、やっと消えたわ。じゃあ24でやってるから全然カチカチだ。エクサームウッド、これアメリカのやつだ。なんかメディアで見たことあるぞこれ。なんか 3D プリントとミリングがすごい同時にできてるから、積層コンとなんかツルツルな面と、うわ、すっげえ、やっぱ仕上がってるね。なんか今日最終日なんだけど、もうだいぶ片付け始めてるところとかあって、意外と全部の展示が全部最後まで残ってるっていうわけでもないっぽい。普通に外出中で誰もいないブースがあったりするし、まあそんなもんすよね。最近フィラメントの事情をあんまり知らないんだけど、複数のフィラメントを混ぜれるようになってるんだっけ。なんか2色フィラメントこの間買ってみたんだけど、今なんか何色かフィラメントがそもそも売ってるんだっけ。あんまペレットばっかいじってるからそっちのことあんま覚えてないんだよね。すごい、そうやって溶接してるんだな。あとで仕上がり具合が人によって結構まちまちだ。めちゃくちゃツルツルなやつもあるし、今みたいな感じのちょっとボコボコしてる仕上がりになってるやつもあるし、そもそもやり方違うのかな。フラッツでっか、ファナック、流とかこんなんやでかすぎるっしょ。あれ、これノズル違うな、なんか穴開いてないぞ。外形だけ作った感じなのかな。お、すごい、フィラメントが売れるやつじゃん多分、知らんけど。ノントレーナーだ、なんかあれかわいいな。見てください、これフードインターですよ。フェリックスかっこいい。インターのデザインかっこいいっすね。リズムめちゃめちゃ喜びそうなやつなんですか。めっちゃいいフードプリンターですよこれ。すごくない、これすごいよ。ちょっとアリズム見てるか、出てきてるのがあったよ。しかもこのここまでも決まってるからね、写真が。やっぱフードプリンターはもはや光景の自由度とかどうでもいいから、なんかいかに綺麗に見せるかが結構勝負だなって思ったわ。商品化されてるやつがありましたね。知らなかったの僕だけ。
寄ってもちょっと窓から反射であんまよく見えないけど、こう冷蔵庫みたいにできた。え、あ、すごいすごいすごい、プリントしたやつ取り出してる。ゲームセンターに貼り出したみたいな。でどうするんですか。まさに量産って感じですよね。圧倒的に。プリントしたやつが今収納されました。まあなんかここに入ってたけど、プリントしたプロジェクトごとになんかストレージの高さに決まって、そこにこうシートが差し込まれていくシステムですね。頭いいな。賢っ。この仕組みはすごい賢いですね。プリントしてくれるやつが3箇所、なんか棚としてこう機能してるのが1個あるみたいな。すごい。なんか昨日も紹介したけどね。あの、実は初日に来てたんだけど、あのワスプの展示撮っとくの忘れたんで、後だけ、だいぶ後になっちゃったけど撮ってみたいと思います。もういいっすよね。このなんか全部が洗練されてデザインされてる感じがいい。このソフトウェアから何から一貫してできている。あ、これもペレットだ。すげえ。あ、でもこんくらいのサイズだったらなんか家に置けそう。いや、置けないか。こいつだけひたすらなんか自信にさせてるっていう、すごい遊びをしてる。有名な椅子っていうか、なんていうか、ピュアみたいな複雑なパターンを出してる。めちゃめちゃグリーン。ところ変わって、このペレットのやつから隣にはこの粘土、まあ、土の 3D プリントが置いてますね。まあさすがに現物はここでプリントしてないけど大変だろうからね。で、なんか説明この間おとといかなしてもらったんだけど、このね、この、まあ、こっちもそうなんだけど、プリントしたやつをスクリューでひたすら回すから、プリントしたやつを今度こっちに持ってって、まあ普通にリサイクルできるらしいんですよ。それすごいっすよね。で、こっちはなんか圧力とかを計測してるらしくて、でそれによってここが要は回転してるか回転してないかを確認してるらしいです。でね、まあ、これ面白いのはさ、あのもっとこのサイズのバージョンだと、まあ、見ての通りここになんかレールついてて、プリントしたやつが隣に行ってっていうので、まあ、無限ではないけど、まあ、あれが続く限りプリントできるっていうのがありますね。すごいですよね。ここまでできてるんだもん。意外となんかこのなんだプリントしたやつを押し出すやつはなんか簡単なチェーンみたいなやつでやってますけど、なんかね、あとファイル自体はなんか複数のファイルを、まあ、1個流したら1回原点復帰してプレートが横にずれてもう1回プリントの開始みたいな仕組みらしいですね。ファイルが1個っていうわけではないらしいっていうことをとね、初日に聞きました。まあ正直グレーはめちゃめちゃかっこいいですね。若干帰り支度をしている感じが伺いますね。もうサフィーナわかんないけど、この展示めっちゃ力入ってる。こんななんか宝石みたいな扱いをしてるのはすごいですね。めちゃめちゃつるつるそう。まあ、ただそんだけでした。なんかこの辺はなんていうんだっけ、レンタルとは校内関係のアイテムをプリントしてるのかな。要は清潔な素材を使ってプリントできるみたいな、そういうことなんじゃないかと思っているんだが、刃型めっちゃいっぱいある。あ、マウスピースみたいなやつ、レンタルフラットモデル。あ、でも別に必ずしも清潔である必要はないのか。セクションモールディングの展示ここで初めて見たわ。ファイザーコンポーネント、あー、なんかそういえば日本でもコロナが流行ったタイミングで、なんだっけ、あのマスクのフレームをなんかモデリングする人何人かいましたよね。もう私も漏れなくやったんですけどね。なんだろう、 DWS ってところがなんか 3D プリンターのソールとか、なんだこれ全部やってんのかな、まとめてフルプリントしてるのかな。すげー、かっこいい。妻狩りさんに見せたいな。はい、今日はもう最終日の16時か。もう完全にどこもかしこも片付け始めてまして、撮影したのは2日だけなんですけど、とりあえずね一通り見れたと思うので、もうすごい疲れたんですが、これで終わりたいなと思います。まあ、またチャンスがあったら来たいなと思いますし、僕もなんか大型の、まあ、家にようやく完成したペレット 3D プリンターも使えるようになってきたんで、
まあゆっくりですけど仕事しながら、まあ仕事ってどれが仕事なのかもうだんだん分かんなくなってますけど、まあ次のステップとしてね、踏み出せたらいいなと思いました。まああと海外すごい行きたくなりましたね。なんか住むんでもいいですけど、なんかまず仕事を取るところからできたら嬉しい。まあでもしばらくはやっぱ日本がいいかな。日本に住みながら海外から仕事を受注できるみたいな、そんなんできたらめっちゃ嬉しいけど、まあ、今んとこでも作ったものを売るってなったらどうしたらいいんやろとか全然わからんからな。まあそういうのもおいおいなんか整理していけたらいいなと思います。AI ビルドかっけえな、ほんと。そして夕日がめっちゃ綺麗。あ、映んねえあんまり。はい、じゃあ以上終わりたいと思います。お疲れ様でした。